ホランド山脈って？確かラフトゥ湿原の奥にそびえる山脈のことだ。でも湿原の奥にそんな道なんてあったかな。見落としたのかもしれない。行ってみよう。レナの装甲兵だ。ボルラーンの残党と見える。騒がれる前に倒すぞ。ボルラーンに誉れよる。降伏しよう。命を保証する。おざすな。主の玉座を怪我した最悪者どもが。頑固な上にいちいち大行なんだよお前ら。ブラッシングに行くぞ。ゴーアフェス。わしはいくらでも相手になってる。まとめて回復するわよ。相手も術を使うか。次は私に倒れて。あれ全然そこまでないじゃん。この穴は何だろう。奴らの隠れ家かな。最近できたようには見えないな。これがシスロディアに通じる道ってことはないのか。大丈夫かシオン。ええ、行きましょう。いつの間にか随分荷物が増えてるわね。シオンも感じていたか。実は私もそう思っていた。少し減らしたらどうかな。旅を始めた頃に使っていた武器とかもうボロボロだし。いや、武器は磨けばまだ使えるだろう。かさばってるのは防具じゃないか。防具だって直せばまだまだ使えるぞ。それに身を守るものは多くて困るということはない。なんだかよくわからない骨董品とか売っ払えば減るんじゃねえの。そういうものの価値のわからない人間が貴重な芸術を消滅させるのだ。芸術じゃ戦いねえよ。やめなよ、そういう話をしてるんじゃ。ごめんなさい、私の言葉が足りなかったわ。こんなに荷物が増えるほど旅をしたのねって言いたかったのよ。失敬した。過敏な反応をしたようだ。まあ旅の土産って増えるもんだし、俺も勝手なこと言ったから。荷物の重さは絆の重さか。そう思うとこの荷物も宝の山だな。君は気づいているのか。何をだ。シオンのことだ。あんたからそんな話題を振られるとは思わなかった。私が気にしているのは、今我々の預かり知らぬところで確実に進行しているであろうはずの何かのことだ。シオンがそれと関係していると言いたいのか。レナス・アルマが茨から逃れる手段になりうるかもしれない。そう彼女は言った。なのにそれが失われたこととその後の彼女の様子はどこか噛み合わない。それに先祖から受け継いでいた力、巫女の力のことは本人も知らなかったんだぞ。だとしても彼女が無関係という証にはなるまい。デル・ワリスで見せた茨の暴走もそうだ。
あのような闇の精霊力の権限は見たことがない。レナ人なら誰だって闇の精霊力を持ってるはずじゃないか。その通りだが、あれほどの力となれば話は変わってくる。ありえないのだ。誤解しないでもらいたいが、私は別に彼女を疑っているわけではない。ただこの件に関してはまだ何かあるような気がしてならないのだ。君は違うのか？どこまで奪えば気が済むんだ。なあ、何をしてるんだあれは。今までスルトたちが集めてた精霊力もレネギスに送られていたのか？私が知る限りは違う。もっとも例のレナス・アルマ誕生、いやボルラーンが王の紋章を持つと判明して以来、私の知識に果たしていかほどの真実があったのか怪しいものだ。デュオハリム。だが糸を引いているのが何者であるにせよ、あれが以前から計画されていたことなのは間違いあるまい。なぜ？いかにレネギスといえど、あれだけのことを一月かそこらで行うことはできまい。長期にわたる準備とそれに先立つ目的があったはずだ。ではスルドブリガは？今となってはその一環に過ぎなかったのではないかと私は考えている。ともあれ、今はそれ以上のことはわからん。このまま進むべきだ。道はまだ続いている。シスロディアに通じている可能性は高い。そうだな、進もう。スロディアだ。あの橋を下ろさないといけないな。こちら側から操作できそうだ。とにかく見てみよう。ロウ、大丈夫？まあろくな思い出もないとこだけど、聞くしかねえからな。そういうお前は平気なのか？うん、私も行くよ。みんな一緒だしね。俺もだ。行こうぜ。俺、何者だ？俺はアルフェン、敵じゃない。アルフェンだって？驚いた。本当に君なのか？私もいるよ。ほほ、リウエル、元気そうで何よりだ。あんたはここで何をしているんだ？寮内の見回りだ。まさか君たちに出くわすとは思わなかったが。いや、それより空の上で一体何が起きているんだ？まるでこの世の終わりだ。それを突き止めたいんだ。ちょうどいい。そのためにあんたに頼みがある。そうか、あそこから現れたのでもしやとは思ったが、全てのスルドを倒すとは、やはり君は本当に英雄なのだな。よしてくれ。それより助っ人の件は何とかなるか？ガナス・ハロスへの援助は他の組織とも連絡を取って何とかやってみよう。君の名を出せば無下にはされまい。助かる。俺たちはレネギスから降ってきたくさびの方を何とかする。確かにそちらの方が君たちにしかできないことだろうな。しかし海の上だ。どうやって行くつもりだ？船だ。これから探す。仕方がないとはいえ世話しないな。そういえば仮面はどうしたんだ？なくしたよ。いろいろあってな。
よう、炎の剣ご一行様じゃないか。マハバル、あんた生きていたのか。おいおい、丘暮らしのあんたらが生きてるのに船乗りの俺が海で死ぬ道理があるか。だがてっきり、いや、無事でよかった。俺たちのせいで危険な目に。船乗りの本懐を遂げさせてもらったんだ、気にするな。まあもっとも船はそういうわけにいかなかったんだがな。どこかやられたのか。見たところまともそうに見えるぜ。戻ってきた時の話さ、機関部をやられて息も絶え絶えだった。それでダメ元で漆黒の翼の顔役に相談してみたんだ。そしたらヤッコさん、あろうことかレナ人の技術者をよこしてきやがった。レナ人の。ああ、メナンシアから来たって言ってた。威張るでなし、仕事はきちんとやるしで、正直面食らったよ。彼らが自分でしたことだ。まあとにかくおかげでこいつは前より調子がいいってわけだ。あんたらのお目当てもこいつだろ。ああ、大会のど真ん中に行きたいんだ。それも今すぐ。ちょっと、まだ引き受けてもらえるかわからないよ。俺は船乗りだ。答えるまでもねえさ。さっさと乗りな。十分でかいと思ってたけど、間近で見ると想像以上にでかいよ。あっさり上陸できたな。何かしら妨害があると思ったか。私たちが来ると思ってなかったのかな。さすがにそれはないだろう。あるいは問題にならないと見たか。どういう意味だ。舐められているということだ。それにしてもこの構造物は異質だな。見たこともない。ええ、そうね。レネギスのレナの建造物とは違う。そもそも中に誰かいるような感じじゃなさそうだぜ。気味悪いな。一体何でできてるんだこれ。なんだろう、機械でも生物でもない。でも生きてる。大丈夫よ、何でもないわ。それでこれからどうする。中枢部を見つけて叩こう。こいつがダナの精霊力を吸い上げているのを止めるんだ。ダナ、この大きさだ。行き当たりばったりでは見つけるのも簡単ではないぞ。確かに。この場の精霊力から何かわからないか。下から上に向かって膨大な力が流れているのは感じるが、構造となるとお手上げだ。リメル、そこなの。おい、どうしたんだよ。あれ、私大丈夫か。何があった。なんだろう、精霊力の流れを感じ取ろうとして、そうしたら何か声が聞こえて。声。うん、言葉ってわけじゃないんだけど、ただこっちだって。敵が何か仕掛けてきたの。違うよ。なんでわかるの。知らないよそんなの。でも敵とかじゃない、そういう感じじゃなかった。どう思う。
罠の可能性もありつつかけてみるか、当てどもなく探して回るかの選択だな。リンウェルを信じよう。いいの？あ、ま、何の当てもないよりマシか。あ、おい、何怒ってんだあいつ。気遣いも言い方次第で逆効果だぞ、ロー。あ、ああ、このくさび全体の力の流れの要。あれ、ズーグルなのか。なんてデカさだ。万人と中枢を兼ねているのか。とにかくあれを通せば精霊力の吸収を止めることができるんだな。どうやら違っていても戦うしかなさそうだ。油断するな。機械だか生き物だか知らねえが、おとなしく仕上がれってんだ。気をつけたまえ。どんな能力を持っているかもわからん。分かってるって。そんなヘマするかよ。氷の槍よ、フリーズの槍。させろ、封じて、させろ、封じて、させろ、封じて、封じて、封じて、ありがとう、ジオ。もう無理はできない。気をつけるよ。あとちょっとだよ。おい、サクッと蹴りつけようぜ。あ、ローは少しも気を抜かないで。なんで俺だけ。全般扇風陣、はい、アリオキュラアサレッケアアリオキュラアデオフリーズラサレッ風陣剣その突進力は見習いたいな。弟子になるかい、アルフェン君。師匠、防御の極意も教えてくれ。それは来たら一緒に来たまえ。フリーズランド意外性が風よ、爽快を果てるわ。風よ、天空小熱波ウーグルが出てきた。落ち着いて対処なさい。どうか爆弾を。
ってるの？今そっちに向かう。平気、何とかしてみせる。なら私が大丈夫。私たちに任せて。少し上がるぜ。上発しろ。異常な効果爆発。仲間を見られない。まとめて回復するエアマリアカセルが旅狂う視点の風。ありがとう。無理しないで。ヨンだよ。理由は頼りにする。この力かなり追い込んでいるぞ。まだ気を抜かないで。そうだ、何があるかわからない。行くわよ。そうだ、燃焼剣させる。なんだ？リメル！危ない！戻れ！リメル、お前泣いてるのか。あんただってお聞こえた。私にも聞こえた。私もだ。声と言っていいかわからないが、確かに。あれはダナの精霊力だった。私たちが聞いたのはその声。
精霊力に意志があるっていうのか。わからない。でも覚えている。ビエザと戦った時に起きたこと。修霊機から現れた炎の怪物のことか。そう、溢れ出た膨大な精霊力が怪物の形を成した。さっきまでこの場にはそれをはるかに上回る精霊力があった。精霊力がたくさん集まると実体や意志を持つというのか。かもしれないというだけよ。マスターコアには修霊機より多くの精霊力が収められているけど、そんなことは起きていないし。だがマスターコアや修霊機にそれを抑える仕組みがあるとしたら筋が通るのではないか。確かに炎の怪物が現れたのはビエゾの修霊機が壊れた直後だった。さっきのズーグルにも同じ機能があったが、扱う力が大きすぎて抑えきれず、それをリンウェルが感じ取った。でもだったらなんで消えちまったんだ。精霊力はたくさんあったし、邪魔してたズーグルもいなくなったんだろ。おかしいじゃないか。ごもっともだ。仮説を進めるにしてももっと裏付けがいるな。それはそうと、大丈夫かね、リンウェル。なんで私が最初にあの声を聞くことができたんだろう。リンウェル、もしももしもだよ、それが私の血のおかげだったら。あ、ごめん、変な話しちゃった。さ、早くここを出よう。本当にちゃんと止まったかどうか確かめないと。レネギスへの光は止まったようだな。ひとまず破滅は回避できたってとこか。でもまだかすかに力を感じる。完全には死んでないみたい。わかるのか、リンネル。なんだか前より感覚が鋭くなっていないか。あの声を聞いたからとか。そうなのかな。でも悪い気分じゃないよ。完全に死んではいないか。これ以上は破壊し尽くすしかなさそうだな。城一つ解体するようなもんだぜ、そいつは。でもそれじゃこの後はどうするの？レネギスに行こう。くさびを止めて破滅を逃れたといっても所詮一時しのぎでしかない。レナにダナを諦めるつもりはない。あれがその証拠だ。それにレナス・アルマのこともある。何かが進行している状況に変わりはない。だけどどうやってあそこに行くの？レナの星船はどうだ。どこかに使えそうなのはないのか。星船はスルドブリガの開始と終わりにしか使われないし、通常はレネギス側にある。君たちが思うほど我々は自由に行き来しているわけではないのだ。それじゃお手上げじゃねえか。ダナにはそんなものを作る技術はないし、レナ人の協力があったって今からじゃいつになるか。うん、レネギスから降りてくるのを待ってる方がまだ可能性がありそう。待て、アルフェン、お前はレネギスから星船に乗って戻ったと言ったな。ああ、そうか。おいおい、まさか300年前の話だろ。だがアルフェンが目覚めたのはほんの数年前のことだ。なら少なくともその時までは動いていたはずだ。うん、君はどこに降りたのだったかな。そのあたりの記憶はあやふやなんだ。ただ気がついた時にはカラグリアにいた。だから他の寮ということはないと思う。幸いカラグリアは古巣だ。ツテを頼ろう。